ていう流れで一曲流れてきた。あ、よっしゃ、あてっくん、ツイキャスも始めない、始めたよ、始まった。今日も最高です皆さん。暑い、目の前にね、水着ギャルがいます。水着ギャルしかいない、もはや。見たの、白いビキニ。あー、ナイスバディ。あの人はズボンだけ着てるじゃないですか。うん、ズボンは見せたくない、下は見せたくないってことなんですか、あれは。よくわかんないですけど。なんですか、しょっぱなから呆れるこの感じ。やばい、始まる。始まるよ。やばい。あっつ、ヘッドホンもあっつい、あっつい、ほんとあっつい、やばい。お、よし、始まってる。うわっ、でっか、ごめん。今は沖縄です。まだ OK？ 大丈夫です、いいぐらい。初見さんってさっ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 さ、朝倉さん、沖縄です。沖縄でございます。さあ、時刻は午後5時を回りました。サザンブリーズ金曜日、お相手いたしますのは私、前城美鈴と山内がお送りいたしますよ。はい、今日は山の日、高級日なので、ギノアトロピカルビーチから、なのでではないかなのでではないですけども、 夏なので、はい、ギノアントロピカルビーチから生放送でお送りしておりますよ。すごいですね、休みだからか、人がいっぱい、人しかいない、人しかいない、はっ、知り合いるし、嘘、知り合える、知り合いるし、こんにちはって言って、え、ニーニーあ、ニー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 、そう、気づくかな、気づかないかな、大丈夫か、多分さ、ニーニーって言われて、うん、ちょっとキョロッとしましたよ。いや、うん、多分ね、3人座ってるうちの一番左、うん、そうなんだ、ベンチに座ってる2人、聞こえないかな聞こえないのかな、聞こえないですね、聞こえないかな。今日はですね、トロピカルビーチから、はい、放送しますが、生放送でお送りいたします、はい、ビーチの皆さん聞いてますかね、はい、FM ギノワンと言います。ギノワン市にあります、はい、コミュニティ、そうです、 FM ギノワンと申します。サザンブリーズ、毎週月曜日から金曜日、そうです、午後5時から6時までの1時間、はい、お送りしておりますけれども、このね、皆さん、売店の横でやっております。うん、聞いて聞いてくれるかな、ヌーソーがと思ってるかもしれないですけど、この音だけ聞いてね、ラジオでございます、ラジオですコミュニティ、地域のラジオでございます。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。ますよ、聞いてます、聞いてるかね、はい、まあ、いいか。さあ、ですね、今日ははい、蜂がいますねそうなんですよ、蜂もいるし、蜂もいるし、ビキニギャルもいるし、ビキニギャルもいるし、もう大変です、ね、大変だわ、はい、もう暑い、テンション上がりますね、こんだけ人が多いと、テンション上がりますね。しか今日から何でしょう、今日から、連休のが初日、そうです、今日初日です。あれグッティでやってた、グッティでグッティあのあれです、あのバイキングの後にやるグッティでやってた。なんすかテレビ、テレビ、あーもうわかんないよはい、もう今日いろいろ重なってるんですよ、山の日でしょ、山の日で、3連休初日でしょ、初日トロッピーのこの海でしょ、うん、江南、江南、江南高校、あ、試合、試合ってこと、ええ、岸田嘘でしょ、嘘って言ってくるよ、うっそ、ぴょーん何あれ、はい、何試合目、1試合目、初戦、初戦です。あ、そうなんだ、はい、へえ、惜しくも敗退、あ、そうなんだ、はい、へえ、もうメシジュが代わりに謝ってください、ごめんなさい、なんでか、なんでか、まあまあ、めっちゃ頑張ったと思いますのでしょうがないです、何のフォローいや、またね、いろいろまあこんな感じでゆるく1時間お届けしていけますけれども、今日のテーマ、はい、今日のテーマ、人見知りあるある、一人見
もうダメじゃん。ダメです、ね、ここで噛んだらダメじゃん。ミスとも一応いつもスタジオよりも外行きモードでやってんだから。そうですね、今日はね。でしょ、あのトロッピでまさかのこの張り切り具合、うん、じゃあどっちゃ張り切り具合っていうかさ、うん、人がいっぱいいるからちゃんとやらないといけないかなと思って。おい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 ほらってそんな毎週ミスすることできるじゃん。そうです。じゃあ自己紹介していきましょうか。一応トロッピーのね、あ、はい、このビーチの人たちは誰やねんと。あ、そうですね、はい、お前この子に何やねんとなってるかな。なってます。じゃあ山内さんからいく。はい、僕この男性の方おっさんの方、おっさんの方FM ミランのスタッフでございます。はい、おっさんです。はい、42歳花の42 はい、よろしくお願いします。山内、はい、お願いします。はい、そして私がですね、沖縄でタレント役者として活動しております、うん、カラスの前城美鈴と申します。はい、美鈴です。皆さん美人ですよ、はい、うん、あ、ダメだよ、そう言ってからさ、どうすんの見に来たら、うん、だから、あ、そうでもないじゃん、どうすんの見に来てからさ、どうする、そうでもないじゃんっていう顔されたらどうする、そうでもないじゃん、ちょっとこっち呼んでからやめてやめて説教しよう、うん、やめやめよう、はいはいはい、やめよう、うん、まあいいや、社交辞令ってのがあるぞ世の中そんな人見知りそうです、あるある、あのですね、ミシジはモデル役者なのに、はい、人見知りでございますずっとだってね、ずっと言ってるけどね、はい、なのでかなりですね、今日はミシジに寄せたテーマ、うん、人見知りあるある。でもね、誰もが人見知りな面は持ってるんですよ。持ってるんですかね。とは言ってもまあね、あの本当にパーティー好きな子の人ぐらいです。パリピね。そう、今いないでしょ。え、こんな人今パッて見た限り。パリピ、うん、分からんよ、いないですよね、だいたい人見知りどういうことよよく分からないですけど、なのでじゃあそんな人見知りあるある、そうです、皆さんコメントの中でね、はい、メールもお待ちしております。そうです、メールアドレス797@fmgino1.com、うん、797@fmgino.com までぜひお寄せください。お寄せください、はい、よ。この番組はですね、はい、小粋な音楽と小粋なトークでお送りする1時間でございます。ハードル上げんな、皆さんぜひ楽しんでください。まずは1曲目、ポルノグラフィティで羽馬ライダー。良い、良いでしょ。良い、羽馬ライダー良い。もう本当に気づいてないんだ。聞こえないのかな。よし、2分ある、ちょっとそっと聞いてみてね。あ、ミシジュがね、どっか行けよってよ、びっくりだ。あ、なんか好青年に声かけてますね。今日はちょっとこの後7時に終わるから、7時に終わるからちょっとあっちのビーチの方で待っといてみたいな。熱い。 OKOK、 ビーチでちょっと待っとくから、ミシズ後で来いなみたいな会話してました。何何またガス流してる絶対ガスでしょ。いやいやいや、なんていうの、独身術をやってました。独身、あ、なんかそういう番組あるよね。聞こえてた？ん？流れてた？流れてた。曲流れてた。曲は流れてた。たまにアナウンサーいますからね、うん。あっちが優先で。あ、なるほどね。うん、注意とかはね、優先させない。コメント拾ってる？拾ってない、今は。拾ってない。後で拾う。めっちゃ面白いんだけど、全部。ね。ド M でド S で人見知れなミスズ、めんどくさいな。やるせ。ゲストは8ですかって聞いて。蜂です。蜂がね、ガッツリこう入ってきてるんですよ。そうなんですよ、うん、虫嫌いなんですよ。ちょっとアイス買ってきていい？いいよどうぞ。あー、喉乾くし、カットでおっちゃん。そうだね、何分あるかな。じゃあ羽馬ライダーを1曲目に選曲したミスを褒めてほしい。すごくいいよね。すごくいい。どうしよう、1分で帰るかな。まあいっか、大丈夫大丈夫、カットで。繋いどっ
そうなんだ。俺、興南のね、2試合、興南のあの、2、じゃあ、興南の優勝がすごくなかったですか、春夏連続。はい、だから6点取ったんだけどね。へえ、逆転さ、ああ熱い熱い一応隠したんだぜ。すごい、ちょっとあれじゃない、何、ああ、本当、あれは何ですか、元、元か、あ、違う、同級生です元子、7時で砂浜にいるから、ちょっと7時で終わるからさ、6時か、6時で終わるから、ちょっとあっちで待っとくからね、6時今日稽古です、あ、まあ、でも仲いいかったんですよ。あ、そうなんだ、元か、違う、あ、でも、あ、普通にもう親友みたいな、お、男女の親友って言うんですかねどうなんですかね、一時浴衣のところが破れてる、だからよね、さっき落としてきたやつさ、マジ蝶々みたいにひらひらしてるやつね、熱い無視しやったぜ、あ、女優、女優、熱い、終わった、まだ、もう終わり、終わり、ちょっとじゃあそのまま行きます。よっ。初めてまともに BG 行けたやつさ、普通に行きますよ。さあ、お送りいたしましたのはポルノグラフィティで花山ライダーでございます。はい、いいですね、夏っぽい。ササンブリーズ金曜日、前城美鈴と山内がお届けしておりますよ、はいはい、トロピカルビーチの皆様、FM ギノワンという地域のラジオ局からお送りしております。安全安全、はい、安全、やる気出せよ頑張る、はい、さあ、じゃあここでですね、気になっております、はい、お天気、あ、天気、あ、忘れてた、みすずと同じ服、あ、嘘だ、色違いの、嘘だよ、ほんと肩が破れてあの人もどっかで落としてきたんだろうな今日はこれからの天気です、はいはい、南西の風のち、うん、西の風晴れ時々曇り、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、降水確率はこの後 10% となっております。はい、日中の最高気温は34度、34度、あー、大丈夫、あのほら外暑いよ、救急車とか来てたけど、あ、そう、やっぱね、熱中症対策だと思うんですよ、常に常備してるのかな、何よ、救急車ってスタッフの方、救急車ってずっといるんですよ、じゃあ来てた、来てたの、来てたスタッフに絡まないそうね、だから本当に気をつけてビーチでね、はい、泳いでる皆さん水分補給をお忘れなく、そうですね、本当にあの、ね、熱中症今ね大変になってるので、うん、なんかね、うん、今日の新聞では40代の男性が熱中症でちょっと亡くなったという記事もあったので、本当そういうの嫌よね、40代って言えば僕ですからね、あ、そっか、ちょっと気をつけて知らないでね、そうそう、お願い、だから水分はねもう人より取ってますよ、あー、うん、はい、皆さんもそうしてください、気をつけてください、海はね涼しいからなかなかね、涼しいのかな、あ、違う、中はね、中は、そうそうそう、うん、取り忘れがちですが、ぜひ気をつけてください。明日の天気までいきますか、お願いします、明日の天気でございます、西の風のち北西の風晴れ、はい、昼前から曇り、はい、波の高さは 1.5 メートルから、あ、 1.5 メートルのち1メートルとなっております。明日ももうあれですね、暑いね、海水浴日和ですね、ほんと、まあ、はい、今日よりは1度ぐらい下がるかな、朝の最低気温は28度、日中の最高気温は33度です、降水確率はね、だいたい 10% から 30% ぐらいかな、はい、海水浴日和、皆さんぜひ2日連続でも3日連続でもトロフィーに来てくださいね、はい、さあ、道路交通情報ですが、休日なので今、全然空いております、うん、
込んでおりません、はい、一般道も、高速道路も今の時間目立った渋滞混雑はありません。スムーズに流れています。良いですね。ああ、シーシーレモンうまい。はい商品名言いましたね、ごめんなさい。ペナルティ1として、シーシーレモン一気飲みしてもらう言ってるさ1対1だよさあさあ、ですね、今日のテーマ人見知りあるある。そうです。まあその前にですね、ちょっとメールが1個来てたので、ミッシュジュそうだよね、ミッシュジュ担当です。オッケー、はい、あ、多分、あ、確かになラジオでも沖縄大好きさん、いつもありがとうございます。ミッシュ山内さん、こんにちは。こんにちは。放送聞けませんので、あまり、早めにメールしました。ありがとうございます。沖縄大好きですということで、沖縄大好き いつもありがとうございます。テーマとは関係ありませんが、8月がスタートし1週間ほど経ちますね。いかがお過ごしですか。今週も千葉りよっていうことで、いい、さすがラジオ大好き人間、いい子を振りしてくれますね。8月も1週間過ぎましたけど、どうですか、あなた最近。あ、もうだから19、20日に、うん、私舞台に出演が決まっておりまして、8月の19、20日に、はいはいはい、それの稽古稽古ですよ。もう8月とかないです。ちょっとね、僕その舞台に関してクレームがあるんで、なんでなんで、ちゃんとお知らせから待ちしてください。はい、今月の8月19、20日、土曜日、日曜日ですね。今週、来週、来週です。来週の土曜日、日曜日に来週の、わが町の小劇場、那覇にあります、はい、わが町の小劇場にて、くれないに汚れるという舞台、くれないに汚れる、はい、に出演いたします、はい、そのね、土曜日が15時、19時、日曜日も15時、19時ですね、そうそう、土日計4公演、うん、となっておりますので、で、でですよ、でですよ、すごいなってさミスズのさ、違うよね、今のすごいな、ね、何にすごいなって言ったか自分で言ってごらん何にすごいって何にすごいって言ったか自分で言ってごらん、はい、だはい、いや、外人さんすごいすごいグラマースボディな外人さんを見てすごいなでしょ。すごかったな。ミスズの告知はよ、はい、でも、うん、この紅に汚れる土曜日、日曜日すべてチケットがもう完売しちゃったんですよ。そう、そこですよ、はい、僕行く封じ言いましたよね。だから行く封じ言ったのに早く予約しないからもう売れたよ売れたわ。ひどいの。なんで？いや、早くしてよって言ったもん、私。言いましたっけ？行った。予約もね、どんどん千秋楽も、ね、全部予約埋まってきてるんで、ぜひぜひ予約は早めにって言いました。そうですか。そうっす。じゃあ俺が悪い。うん、俺が悪い。そうかな。俺が悪い。わが町ちょっと増やせばいいんじゃない？舞台をちょっと削れば、あと4人ぐらいがあります、ね。うん。舞台をちょっとこう後ろに寄せれば4人ぐらいは入るさ、うん、入れて大丈夫です大丈夫なんかい、はい、まあまあまあ、そういうことでね、今週土日、はい、ありますので、来週ぜひ皆さんお楽しみに、はい、あ、来週か、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、じゃあここで曲をお届けしましょう。そうだ、ちょっとコメント拾ってて。わかりました。ですね、朝倉健太さん、はい、何も拾ってくれんって来てますので、いい、これから拾いたいと思いますコメントを、はい、ごめんなさい。ですね、いい、朝倉健太さん、うん、熱中症気をつけなあかんけど男女の友情あるか聞きたいです。男女の友情はあるよ。あるよ。ああ、ないな。ないの？あるね。あるよ。あるな。あるよ。あります。あるよ。何をされてるの？じゃあ、まああると思いますよ、本当に。ありますよ。うん。男女の友情はあります。男女の友情っていうかね、やっぱ気が合う女性がいて、うん、そのこの人だったらどんなにこの裸を見ても一緒に寝ても、何もないっていう方は確かにいます。あー、でもそういうことじゃなくてさ、うん、なんだろう、その人との仲を壊したくないなっていうことじゃないのかな、違うのかな、ま、その性的に見れないなっていうことではなく、また変なことを言いましたどういうことですか、なんで、うん、なんで、いやいや、意味わかる、一応聞いてからね。そうそう、だから、はい、なんか、うん、普通にほら
別にね、ブサイクじゃないから、ブサイクじゃないからっていう言い方あるのかもしれないですけど、うん、あのわおもうやだ、もうやだ、クーいつクー、もう喋る気失せたわもう喋る気失せたわ、ごめんなさい、どうするじゃあ、あの人があるとこう、目の前を通ってくるすごいグラバラスな、はい、水着の大臣さんが、はい、何ですか、はい、そう、うん、だから、うん、要はその人との友情を壊したくないって、うん、だから頑張るわけでしょ。友情を壊したくないって、じゃあ一歩間違えればそういう関係になる、なるかもしれないのをなりたくないって頑張る人もいて、多分ミスズもそうだから、それが友情かどうかちょっと怪しいですな。友情だよ、絶対友情だよ、ないわけ。そういう時にそういうことにならないってこと、そういうの見ないってこと、そういう風に見ないってこと、そういう風になるんだったらもう友情じゃないと思ってるんです、ちょっとでもね。あ、恋愛的に見てしまうならってこと。違う違う違う、そういうなんていうの、もしこっちの歯止めがなく、うん、そういう風になるんだったら、あ、なるほどね、ということですね。あ、もうじゃあもう本能的にも友達とはそうならないそうそうそう、じゃないとこの男っていうのはなかなか難しいんですよ、生理現象的なところがあるから。なるほどね、本能、この狩人ですから、うん、分かりますか、うん、だって、朝倉さん、はい、その人との関係壊したくない時点で意識してないですか。関係壊したくない、ほらだって友達とも一生遊んでたいじゃない、その親友もそうじゃない、仲悪くない、うん、いたくないじゃん、うん、でも親友とはほらどんな言ってもそういう関係にはなりませんか。でも男の人女の人ってさ、うん、なるの、あの関係あるんかね、あるのかね、あれあるんだ、うん、あるんだ、あの、もうこれはやむを得ない、やむを得ない、人によってそれは個人差ありますよ、うん、例えば友達作るのが上手な人とか、僕は割と女の友達多いんですよ、うん、という人もいますし、うん、全くいないという人もいますし、うん、それは個人差ありますけど、うん、まあ根本は一緒ですよね、うん、うん、マスターさん、うん、たくさんの男がミスズに泣かされてきた、なんでかなんでか分かるわ、なんでかなんでか、あ、友達だと思ってたのにってこと、そうそうそう、もうかそういう、そんな気なかったのにってこと、そうそう、こっちからしたら勝手に友達と思うなよっていうこと、はぁ、はい、あ、嫌だ、じゃあすずはそういう人とは友達にはなれないじゃん。いやいや、あの今まで友達と思ってた人も絶対いたはずです、そういう人、へぇ、友達かっていう、そうか、うん、絶対ね、これはもうしょうがないですよ、すずは、あ、うん、そうか、うん、これはもう本当にしょうがない、これはね、すずが悪いとかじゃなくて、うん、どうしようもないんです。そうだ、友達にしか見れない人は確かにいるわな。でしょ？そうだね。もうどんだけ行っても、うん、そういうこの何性的じゃなくてそういう関係になれない人がいるじゃないですか。うん、恋愛関係に、うん、そういう人です。なるほどね。えみちゃんさん、俺もと女友達多いけど、女友達には絶対ムラムラしないです。うん、これね。なるほどね。そういうことです。そういうことなんでしょうね。いいよ、曲準備できた。オッケー。オッケー。それでは。うん、ここで1曲お届けした後に CM 行きたいと思います。はい、えい、岡崎体育でナチュラルリップス。いいね、熱い、あ、無理、泣ける、熱くて頭が回らない。ミスズは男泣かせだな、これはね、皆さん暑い、みちょさん、おしさ、本当に元気、マスオさん、僕は両党使いじゃありません。あ、何をおっしゃってるんですか。ていうかね、異性の友達とかじゃなくて、なんかあったんだよね。なんかこう面白いコメントが流れていくね。コメントがいっぱい来るから。避難。被害者の会結成するって。なんで被害者の会。密集中被害者の会。
俺別にそういうのじゃないけど、あの温度取ります、被害者の方なんでよそんなあーよし、今から流す、あの頭回すね、うん、今頭回ってなかったから。いや、そうなの、多分あれ日光に当てられたらせず機能発揮できないタイプだから。あ、カラーさん見に行こうと思ったってよ。うん、見に行こうかなと思ったけど外だから暑いから無理ってなってそりゃなるよ、みすずもなるもん。大丈夫、その後海入ればどうにかなりますよ。暑い、みすずもこれから終わってから海入るもんな。うん、入らんよ、結構だし。あは、毎日ですか。毎日です。遅くまで、うん、遅くまで。そんな言わないで。ん、まあ、そうそう、見えるか。見えはしないかな。はい、見えるようにやって。はい、時間って18時までじゃなかった。違う、今ね、19時半です。そうなんだ。今日早いぞ、報告もここからします。次の番組ですって。そうだよ、今日さ、男女の友情ってあれじゃないからね、テーマじゃないからね。今度やりましょうね。人見知りあるあるだよスタジオでこういう男女のあれとかちょっと深いね。今日コメントが多いから拾いつけないね。でも見てるからね。見てるからね。さすがツンデレ。みんな見てるんだから。今ツンデレのこのテク。何？わかる。マスオさん目合わせないんだ。そうなんだ。はあ。最近本当に暑くて頭回らないから台本も覚えきれないですよ。どんな言い訳ない、いやね。すごいね、あの T シャツ。さっきからあの T シャツ着た人がポコポコ歩いてくれ。全部暑さのせいにする、ミスズ。本当、本当暑いのや、もう本当に。また。でもあれでしょ、CM でしょ。沖縄での人見知りあるある、難しいな。なんで沖縄でのって。沖縄での人見知りあるある、沖縄での人見知りあるある。これなんて読むんですかね、ソータケイタじゃない？ケイタ、朝倉ケイタさん。なるほど、エミチさん面白いね。何？これこっち向いてごらんって。熱い。モーミーさんは人見知りあるかね？どうでしょう。モーミーさん今日人見知りというテーマです。人見知りありますか？よし、聞いた。あ、もしかしてコメント流れてきてる？うん、流れてきてない、こっち。あ、ほんとだ。一回、いっか、更新する？うん、一回更新します、ツイキャス。